はい、こんにちは。えー、てっちゃんの興味津々。いつもご視聴ありがとうございます。えー、てっちゃんの興味津々が番になったというご報告をね、さっきしたんですけど、じゃあ他のチャンネルはどうなるのかということなんですけど、えー、と、以前はね、もう一つがなるとそれに連なっている他のものも全部番でした。ただね、猶予が1ヶ月ぐらいあったんですかね。 でねまあ、その1ヶ月の間で必死でね他のチャンネルを作ってそこに集まってもらってっていうことを繰り返しながらここ4年間やってきました。でねあの他のチャンネルもねバウンされるのかどうかもうあのねなかなかねこの、うん、あのその運営側のルールがゴロ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 変わるので はっきり分かりませんが、全部なくなる可能性はあります。また分かればご連絡しますが、まあ、てっちゃんの興味紳士はバーンと。一発で消えました。で、あの新てっちゃんの興味紳士はあのまあ、87歳の母親とのね。生活を主にこう掲載してるんですけどで、これはねまあ、初めて言うんですけど、まあうーん。 87歳でまあいつねどうなるか分からないっていうこととでねちょっとしばらくずっと何年何十会,会えないっていう時期があってでもうあの正直ね母親に会うことはないだろうと諦めてて昨一昨年、えー、もうかなりぶりに再会を果たして。 でね、まあ記録にその動画でねあのその母親のねあの元気な姿を残せればいいなという感覚であのやっていますだからこのチャンネルがね彼に消えるとするならば非常に残念で悲しくてここ数年のやってきたことは何だったんだろうっていうのはね まあそういう,う気持ちがありますけどまあこれもねまあ仕方ないといえば仕方ないまあそのためにねそのチャンネルで、まあ、芸能関係をやるのはちょっと嫌なので「えー、てっちゃん物語」というもの一つあるので、まあ、そこにねあの芸能関係を載せてみようという気持ちは今持っています。えー 作り直したりねでね多分あこれ今までねあのガイドラインハンあるとかね警告を受けた内容を主にね編集し直して、えー、出そうという気持ちになってますでただねあの、まあ、いつねあの全部がもう番になる可能性があるのでえっ、ー、とねあのまあ うん、今ちょうど1月末ですかえー、っとねあのー、昨年ねまあちょっと、まあ、糖尿病が悪化してね、まあ、入院を何回かしてでこの4年間でね僕自分のことですけど、えー、っと2019年から、えー、糖尿病で四回えっ4回,、えー、っとえ 4, 回4回だったかな で4回脳梗塞心筋梗塞でコロナで2回で、えー、昨年はね前立腺のがをねあの患って、まあ、治療したりねいろいろ、まあ、大変な、まあ、1年でしたで糖尿は、まあ、歩いたり食事制限をしながらね 自分でできるだけ、えー、これはいいだろうという,ようなやり方をやりながら、えー、数値をねだいぶ下げることができました。でただ、あのー、ちょっとね前立腺の方はね唯一血液検査で分かるがなんですよ。でもともとそれで見つかって手術してでね一番5年生存率も高くて。 一番ね、あんまり大したことないが、ということを聞いてたんで安心してたんですけどね、なかなかね、2ヶ月に1回で、ね、血液検査を、あの、まあ、糖尿の検査とは別にね、してるんですけど、なかなかね、正直それが良くならないんですよ。で、あの、体のしんどさとかね。でたまに、これね、 あの正直言うとこう田舎で暮らすっていうのもねもう30年ぶりとかで、えーあのー、母親の年齢の人と暮らすっていうのはね結構、あのー、ストレスたまるんですよ。でねそのストレス解消するために、まあ、月に何日間かその、ね、松山に行ったりしたりして自分なりにねこう自分の気持ちとかね体の。 まあ、神田正輝さんじゃないですけどメンテナンスっていうかね、まあ、そういう意味でやってきてたんですけどでねもうここ何日間かちょっとしんどかったんですよ正直であの今日ねたまたま、まあ、YouTube 撮影しようかなと思ってやったらいきなりバーンときてであのガイドラインで違反でチャンネルを削除しましたっていうような案内がメールが飛び込んできて。 ちょっとね、目の前真っ暗でした。でね、正直僕はあの今、新てっちゃんのあ興味津々と興味津々2つでね、やっとその収益を得て、えー、生活していたんですけど、ちょっとね、あの今まで築き上げてきたことがダメになったことと、あとね、まあ、収入っていう意味で、ま,ああのー、また、 最初からかみたいなことになってくると気持ち的にねちょっと落ち込んでてねあの、まま、前からちょっと正直考えてたんですけどえっ、ー、とね YouTube の引退時期が来たのかなっていうような気持ちをあの正直持ってますでやめたからといってねあの体が良くなるわけでもないし 何かが好転するわけじゃないだから休養っていうよりもまあ少なくともね顔を出して「てっちゃん」っていう名前を使ってえーえー、YouTube をすることはもうやめようかななんていうことを今ね正直考えてますでねここ数日間のここ数日間でその「てっちゃん物語」のフォロワー数の状況とかね えー、そのこの見てもらってるかどうかとかねまあねまあフォロワー数が少なかったりね本数が少ないとあのだからまあどうなるか分かりませんけどちょっとねあの引退の方向で。 考えていますだからちょっとね「てっちゃん物語」がどういう動きをするかっていうのをちょっと見させていただいてそして、まあ、最終的に結論出したいと思うんですけどえっとね僕もここらでちょっとまあね4年間やってきたことをやめて次のステップ行くっていうのもまあ一つの人生かなとからもちろん体を直さなきゃいけないんですけどだからせっかくねこの4年間で。 画面越しに出会ったリスナーさん、フォロワーさんとね、えー、こう別れるっていうんですかね、まあ、会ったことありませんけどね、ね非常に辛い決断ではあるんですけど、ちょっとね、1週間ばかり様子見させていただいて、で、「てっちゃん物語」が伸びなかったり、あのこれもうちょっと。 あき気持ちがもう無理だなと思ったら一回もう顔出しの YouTube はもうやめてどっかでひっそりとね顔も出さず名前も出さずで YouTube 活動するかもしれませんけど今やってるものについては、えー、まあ引退の時期に来たのかなってで自分でね松本人志さんとかね永渕剛さん引退とか言いながらね 自分の引退が早まったような感じにね、正直ね、しんどい中で、ボーンと背中を押されたみたいな感じでした。だから、このね、1週間ぐらいちょっと頑張っています。うん、ただ、あの、頭の半分以上がね、まあ、YouTube を引退、やめるというような気持ちになってきてるので、まあ、今、弱ってるからかなっていう気もするんですけど、えー、ちょっとお世話になりました。 ちょっと寂しいですけどねじゃあ1週間ぐらい様子を見てあの自分で判断して YouTube を引退っていうことになる可能性がちょっと高いかなという気がしてます。